三条市高岡地内、五十嵐川は、新潟県三条市を流れる一級河川。信濃川の支流、五十川市ではなく、五十市と発音する。新潟県三条市の南東の小沼市との境界に、位置する江ボ市山に源を発する。三条市大座市尾淵阿佐御所から三条市内を、北西へ流れ、三条市百合と三条市、本町の境界で、信濃川に交流する。 ほぼ全域にわたってあヤマメ、ウグイ、カジカなどが豊富に生息し、秋はサケが遡上し一括捕獲されているが、河川改修事業によりサケの一括捕獲も危ぶまれている。山条市南東部の下田里と呼ばれる地区周辺は、第11大水人天皇の第八王子五十日足彦命が開拓したと伝えられ、その子孫がイガラシを名乗るようになった。 五十日足彦命が開拓した地域に流れる、五十日川の名称もこれに由来する。五十日は、豊作をもたらす、五風十を意味する。神神社の祭神が五十日足彦命、五十日神社の立つ丘が五十日足彦命の、両母とされている。また、アイヌ語に由来した地名との説もある。物見をするような見晴らしの良い場所を、アイヌ語で、インカルシペ、または、 インガル市などといい、北海道のエンガル町などの地名として、現在も残っているが、イカラシーもその例に当たるという。この場合、流域の見晴らしの良い小山、溶岩山が、名称の由来となった、インカルシペだろう。純不動をやダムと笠堀ダムほぼ全ての橋梁の災害復興事業が終了している。特に右岸地域では、堤防近くにまで住宅が迫り、豪雨の際には、 堤防の結界こそなかったものの、水が溢れ出ることもあった。下流より記載。ありがとうございます。